こんにちは。税業専門税理士川南です。本日の動画は前週の続き、インボイス制度を登録しなくていい人パート2について動画で解説をしていきます。私はオンラインサロンの運営といろいろと SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。動画の内容や必要な項目はすべて概要欄に載せておりますので、ぜひ概要欄の方をご覧ください。それでは早速本日の動画の内容、インボイス制度を登録しなくていい人後半戦を一緒に勉強していきましょう。はい、それでは本日の動画、インボイス制度を登録しなくていい人パート2について解説をしていきます。本日の内容です。インボイスの登録をしなくていい人後半戦ということで動画解説をしていきます。本日の結論は、インボイス制度を求められない人はインボイス制度を登録しなくていいということで、じゃあ一体どういった方なのか順番にスライドで解説をしていきます。まず最初に消費税のルールのおさらいを簡単に紹介します。そして次にどんな人がインボイス制度に登録しなくていいのかについて解説をして、最後重要な注意点あるので、動画しっかりと最後のスライドまで見てください。ここ見落としてますね。将来自分がしまったということになる可能性が高いですので、しっかり最後まで見て登録しなくていい人がどんな方なのか押さえてください。また先週の内容はですね、こちら動画ありますので、前半見たい方は前の週の動画ぜひ見てください。今回もですね、ポイントは取引先がどういった方なのかがポイントになります。そこをしっかり押さえておきましょう。前回はですね、この3つ目のパターンの取引先が一般消費者のみだよという方はインボイス制度を登録しなくてもいい可能性が高いということで動画の中で紹介をさせていただきました。今回はまた少し内容変わりまして、こういった方はインボイス制度登録しなくていいかもねというのを解説していきます。しっかり最後まで一緒に勉強していきましょう。はい、まず1つ目の登録しなくていい人です。今回の動画では2つのパターン紹介します。まず1つ目のパターンです。お互いに免税事業者同士という方がインボイス制度を求められないので、インボイス制度を登録しなくてもいい可能性が高いよということです。もう少し解説していきます。お互いに免税事業者同士ですと、インボイスを求められませんし、インボイスが欲しい、要は適格請求書、番号の載った請求書、領収書、納品書等が求められないということになります。そしてここポイントなんですけど、前回と一緒です。取引先、要はお客さんが免税事業者、自分も免税事業者っていうパターンになります。ここしっかりと押さえておきましょう。取引先、お客さんというのはですね、自分がサービスを提供してお金をもらう相手を取引先と言います。ですのでここね、取引先というのね、ちょっと勘違いのないようにしてください。自分が仕入れしたり経費を支払う方の取引先ではありません。自分も免税事業者で、サービス、要はお金をもらう側の取引先も全員免税事業者というパターンになります。ですのでインボイスを求められない、お互いに免税事業者ということはですね、全取引先、自分のお客さん全てが免税事業者しかいない方はですね、インボイス制度を登録しなくてもいい可能性があるということです。では次、2つ目のパターンの登録しなくていい人を紹介します。登録しなくていい人2つ目のパターンはですね、簡易課税事業者の方になります。こちらもですね、実はインボイスを求められないってことになるんですね。どうしてインボイスを求められないかはこの後のスライドで順番に解説をしていきます。こちらも同じくポイントは取引先、お客さんになります。つまり全取引が簡易課税で計算をしているお客さんしかいないということですね。またミックスバージョンも考えられます。自分の全取引先が一般消費者で、かつ簡易課税事業者、かつ免税事業者、このミックスの場合はインボイス制度登録しなくても、どの方もインボイスを求めてこないので大丈夫ということになります。このね、ちょっとミックスもありだよっていう風になるとね、またちょっと話がごちゃごちゃになる方もいらっしゃるかもしれませんが、前回は一般消費者の方ばかりだと取引先がインボイス制度登録しなくてもいいよっていう動画解説したので、そちらを見て今回の動画を見ると、あ、なるほど、確かにミックスバージョンでもいけるんだなということがわかるかと思います。ただし今回の動画もそうなんですけど、前回の動画もそうなんですけど、都合のいいように取り違いをしたりとかですね、都合のように取って自分は大丈夫だろうというので、勘違いをしないようにだけしっかりとどちらの動画も学んで、自分は本当に大丈夫かどうか、取引先はどうなのか全部チェックしてからっていう話になりますので、そこだけは勘違いのないようにお願いします。では消費税の仕組みについて、この後のスライドで紹介をしていきます。
はい、消費税の仕組みを簡単に紹介します。先ほどから出ているワード、課税事業者、免税事業者と言ってますけど、一体どういう違いがあるのか。課税事業者というのはですね、消費税を納付する方を課税事業者と言います。免税事業者というのはですね、消費税を納付しない、要は消費税の申告を作成しないという方になります。こちらワードの違いを最初にね、紹介をしておきます。課税事業者と免税事業者があるということですね。そして次に、この課税事業者の方は消費税を納付するために消費税の税額を計算しないといけないんですけど、この消費税の計算方法には2つ計算方法があります。1つ目が一般課税制度と呼ばれるもの、これはね、原則課税と呼ばれることもありますね。2つ目の計算方法が簡易課税制度と呼ばれるものです。消費税の計算方法は2種類あります。今回の動画はですね、一般課税制度の計算方法を省略して、今関係してくるこの取引先が簡易課税制度で計算しているお客さんばかり、取引先ばかりだったらセーフかもよっていう話なので、簡易課税制度について紹介をします。もう少し詳しく知りたい、消費税の基本ルールを知りたい方はですね、過去にこのインボイス制度消費税申告完全解説という動画ありますので、そちらの方を見てしっかりと復習予習をしておきましょう。はい、そしてもう一点追加なんですけど、消費税の計算方法、今2つあるって紹介しました。一般課税と簡易課税と呼ばれるものですね。こちら実はですね、新しい計算方式というのが出ました。でインボイス制度の経過措置としてですね、2割特例という計算方法もありますので、こちらが知りたい方、実はちゃんと動画私撮っておりますので、インボイス制度の負担軽減措置2割特例の計算方法ってどうやるのの動画、こちらのサムネイルを探していただいて見ていただけると嬉しいです。では解説ね、進んでいきます。簡易課税について簡単に紹介をします。はい、簡易課税についてです。簡易課税制度を選択した人の計算方法はですね、売上高が分かれば消費税の納付税額の計算をすることが可能なんです。ここがポイントです。売上が分かれば、みなし仕入れ率というのをかけまして計算をするんです。そして今回のポイントはここになります。インボイスの保存が不要なんですね。簡易課税の方はインボイスの保存が不要というところが大きなポイントです。ここのポイントのところを見てください。この表、国税庁から持ってきている表になります。簡易課税制度では事務負担の軽減を図ることが可能です。どういったことかと言いますと、消費税の申告に関して仕入れや経費、消費税の実額計算や、ここが一番重要ですね、インボイスの保存は不要ですとあります。このインボイスの保存が不要、どういったことかと言いますと、要は適格請求書の領収書請求書を集める必要がないと、保存する必要がないよということです。もちろん取引の証拠として残すってことは必要ですよ、経費になるということでね、残さないといけないんですけど、この簡易課税の消費税の計算をするときにはですね、インボイスの保存が不要ですとなるわけです。ここが大きいポイントになります。ですので、自分の売上が入ってくる取引先が簡易課税制度を使っている場合ですね、自分の要は適格請求書、インボイスは必要ないですよと言われるがために、今回の全員取引先が簡易課税で計算されている場合には、インボイス制度を登録しなくても大丈夫な可能性が高くなるよという解説につながるわけです。自分の取引先、全取引先がですね、簡易課税で計算している場合は、つまりインボイスを求められないということになりますので、自分が免税事業者で全取引がね、取引先が簡易課税、また一般消費者もしくは免税事業者同士の場合は、インボイスを求められないがために、インボイス制度に登録しなくてもセーフになる可能性があるということです。さて、ここからあと2枚のスライドが非常に重要なポイントになりますので、皆さんね、ここで、あ、そうなんだというふうに動画切らないでください。ここ非常に自分の将来にかかってきますので、しっかりと押さえていきましょう。はい、まず1つ目の注意点です。今言ったように、取引先が免税事業者か簡易課税事業者かによって、インボイス制度に登録しなくても大丈夫かもという解説してきましたが、全ての取引先を確認する必要があるってことになりますよね。皆さん、取引先が1社2社ならいいんですけど、何社ぐらい、またいくつの取引先と仕事のやり取りをしてるでしょうか。それを全部確認する必要があるんですね。そしてそれをどこまで確証するのか、きちんと正式な書類をもらうのかどうか、そういったところまで考えなくてはいけなくなります。話をね、簡単に聞いてね、免税事業者って聞いたとしてもですね、あ、そうそう、うち免税事業者だと思うよと思っていたら、実際に違ったっていうのがね、フリーランス同士では結構あったりします。勘違いとか、よく制度実態を分かってなくって、そうやって答えてきてしまったっていうパターンもありますので、この確認をどこまで確証するのかという問題、ハードルがあります。そして
してもちろんなんですけど、取引先が多い方になればなるほど、この全取引の確認に手間がかかります。そして聞きづらい点でもあります。失礼に当たるというふうにね、捉えられる場合もありますし、この全ての取引を本当に一般消費者なのか免税事業者なのか、簡易課税でしてますかっていうのをするのはかなりハードルが高いというふうに思ってください。またですね、全員免税事業者の取引先しかいないっていうようなパターンはかなり稀なケースであるということを理解しておいてください。どこか必ず1社ぐらいはですね、大きな企業が入っていたりとか、原則課税で計算してるっていうような方が多いんじゃないかなというふうに思います。そして次、最後、2点目の重要ポイントです。これ自分の将来に関わってきます。重要注意点2つ目。今は聞いたところ免税だった、単位課税ですってなってたんですけども、将来は取引先がその変更になる可能性はもちろんゼロじゃありません。免税だったけども、次の年には課税事業者になってるかもしれません。今紹介したようなパターンが発生して、実は取引先が変更していたけども教えてくれていなかったというケースが出てくるはずです。これ完全に確認不足になりますよね。また取引先が変更していたというパターンプラスもう一点注意しておかないといけないのがこちらのパターンです。大きな仕事を依頼された時にですね、チャンスが来た時にですね、大きな企業さんから例えばこの仕事をお願いしたいんですって言った時に、自分がまだ免税事業者のままでインボイス制度に登録していないがゆえに、その仕事を受けれない可能性が出てくるわけです。要は現状態ではお客さんの取引先すべて一般消費者か免税事業者か簡易課税しか計算してないっていうふうにいたとしてもですね、将来その先のことは分かりません。登録していないことにより大きなチャンスが来た時、また大きな企業さんと取引がスタートするタイミングで、インボイス制度実は登録してない、今からしますって言った時に、あ、そうなんですね、じゃあ待ちますねって言ってくださる企業さんと、じゃあ今回は縁がなかったと思って他の方にお願いしますっていう風になることも多々あります。ですのでこういったことでですね、仕事を失う可能性も高いよということだけ注意しておいてください。自らね、ビジネスのチャンスを逃すって私非常に個人的にもったいないなと思ってるので、今回この注意点を最後にね、皆さんにしっかりと押さえておいてほしいなということで紹介させていただきました。では今回の動画ではインボイス制度を登録しなくていいこと後半戦を紹介しました。前半戦見たい方はぜひ前の週の動画ご覧になってください。私はオンラインサロンの運営をしております。メリットが3つあります。1つ目、質問や相談がオンライン上でいつでもできるということで、税理士をオンライン上に味方につけよう、 Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目のメリットはサロンズームを定期的に開催しております。ズームで直接私に相談質問することができたり、またメンバーは起業している方ばかりになりますので、異業種交流ができるということで非常に好評です。こちら2ヶ月に1回程度開催しております。また3つ目は税理士が毎日平日投稿をしています。どんな記事を投稿しているかと言いますと、ビジネスや税金、経理、税務情報などなど最新のものを投稿したり、また SNS の裏側や集客方法、売上の伸ばし方などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報を投稿していっております。ぜひサロンの入会の方ご検討ください。サロンの詳細については概要欄の URL から飛べるようになっていますので、ぜひご検討ください。参加お待ちしております。はい、 SNS のフォローと YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。いいねや高評価ボタン、感想いただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またビジネス書2冊出版しておりまして、1冊目は宝島社さんから30分でスパッとわかるインボイス Q&A ブック出版しております。インボイス制度近くなってきましたので、抑えたい方、インボイス制度ね、ちゃんと学びたい方におすすめの本となっております。もう1冊はフリーランス向け、必要な経理、税金、節税、確定申告が1冊にギュッとまとまった初心者向けの分かりやすい本出しております。経理節税 Q&A ブックということで、どちらも Amazon Kindle 版もありますし、楽天ブックスからも購入可能です。ぜひご検討ください。またその他 SNS もやっております。こちらのね、 YouTube とはまた違った情報を投稿していってますので、インスタ、ツイッター、TikTok、ボイシーやってますので、フォローの方お待ちしております。はい、それでは本日は前半後半と分かれましたけど、インボイス制度に登録しなくていい人について解説をさせていただきました。どちらもですね、該当すれば 100% 大丈夫ってわけじゃないですし、ポイントは取引先次第となりますので、あなたの取引先がどういった取引先があるかっていうのが重要ポイントになりますので、しっかりと自分の取引先をチェックして考慮して、じゃあどうしようっていうふうに決めていただけると助かります。毎回動画で注意してますけど、該当すれば自分は大丈夫だろうとかですね、また都合のいいように解釈して間違わないようにご注意だけお願いします。
意味ですね、逆にインボイス制度登録しなくてもよかったのに登録してしまったがゆえにという方を防ぐために出した動画になりますので、参考になれば幸いです。本日の動画は以上になります。税業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。